ワイネル兄弟は、ソビエト連邦、ロシアの小説家、推理作家、脚本家。兄のアルカージー・アレクサンドロビチ・ワイネルと弟のゲオールギー・アレクサンドロビチ・ワイネルの兄弟。共に、モスクワ生まれ。共に、大学では法律を学んだ。兄のアルカージーは、余心判事を長年務め、弟のゲオールギーは、エンジニアを務めたほか、長い間、ジャーナリストとして活動した。 1969年、合作の推理小説、マヒルに手探りで、でデビュー。イーダノリカズ、ソ連の推理小説では、ビクトルスミルノフ、ニコライ・レオーノフと共に、ソ連の推理小説界の新人サンバガラスと紹介されている。二人の経験を活かして、合作で推理小説、シナリオを多く執筆した。弟のゲオールギーは1990年に、 アメリカに移住したが、それ以降も、ソ連発の推理小説専門誌、インターポールモスクワの編集委員を務めるなどした。ゲオールギーは死去するまでアメリカに暮らした。ロシア語で執筆。ロシア語で執筆。ありがとうございます。